はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。ですね、今ゴキソのブースの前に来てます。ちょっとね、気になるものを見つけたんで、先ほどねちょっと説明してもらったんですけど、ちょっと実演してみようと思います。あのね、このチューブレスの、タイヤなんですけど、このこいつを簡単に、パンクを簡単に直すことができるというようなツールになります。なんかね、ゴキソさんのところで開発されたらしいんですが、ちょっと見てみましょう。はい、こういうやつです。このね、このこれなんていうんだろう、こういうパンク修理キットと このこれですね、これがあの穴のところに刺さって、穴を塞いでくれるっていうものになります。とあと一応シーラント、タイヤについてるのと同じシーラントがあるといいみたいですね。そんな感じのセットになります。はい、これでね、こんな感じでね、後ろにはまあ穴がちょっと合わなかった時のための穴開け用のこういうピンと、こちら側がそのこういう部品になります。でこいつをギュッと押さえると開くんですよね。でここにこのゴムをここに入れます。ちょっと待ってよ、メガネがあるとね見えないからメガネ外しますよ。はい、こういう感じに中に入っていきます。わかります？こういう感じね。でこれで入ったらこいつをで、こういう感じ、くる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 っと入れて、これでセット完了です。はい、でこいつをこのほぼ木工用ボンドに近いようなこのこういう感じでちょっとシーラントつけました。はい、これをねちょんちょんとつけました。で入れます。こっからが難しい。はい、わかりました。あ、先に開けるんですね。はい、じゃあすいません。はい、これでね、ここに先に穴開けちゃいます。もうパンクしたことにして、はい、それで穴開けますよ。ぐちゅっと、もうちょいかな、あ、ここまで、こういう感じで穴を開けます。で、ひとまずこれ抜きますね。あ、違う、抜く前にエアを入れるんですね。そうですね、はい、今ねチェックが入りました。だいたい6ぐらいまで入れてもらって、で抜いた瞬間にこいつを入れるみたいな、そんなそういう、まあ慌てなくていいそうです。はい、慌てちゃいそうなんですよね。はい、よっ、でぐさ、あ、結構硬い、よいしょ、あ、まっすぐね、ねじらずにまっすぐ入れるんだそうです。それでこれでいいのかな、あ、切れちゃってるかな、ここでちょっと待ちですね。はい、はい、これで抜きます。はい、ちょっと怪しかったですけど、ギリギリなんとか行きました。はい、これでもうこれで OK ですね。はい、これだけです。はい、今のねちょっとやっただけでこんな感じで簡単にはめることができました。で中見るとこういう風になってるらしいです。こういう風にベタベタとこう、これまあ練習用というか何回も実演されてるやつで何個もいっぱい入ってますけど、こんな感じでいっぱいくっついてますが、こういう風にくっついちゃうんで、もうこれでもう全然大丈夫なんですよね。そうそう、これでね、まあ普通は外したりとかしないといけなくなっちゃうんですかね。外さなくてもいい。あ、はい、もう全然外したいとかそういう作業もなくて、この今の作業だけで、
パンクが修理できてしまうという、簡単なツールになります。はい、ボクソさんのこういうツールです。これはおいくらなんですか？まだ決めてないですけど、シーランとまだあのモニターを募集。モニター募集中なんですね。あ、はい。ですね、今こんな感じでモニター募集されてるそうです。ぜひね、チューブレスタイヤお持ちの方、応募してみてはいかがでしょうか。これウェブとかでもやってるんですか？あ、これからやるんですね。だそうです。ぜひこういうやつです。はい、もうね、持ってくのにこれだけの荷物になるんで、これとあとシーランとこういう感じで小さいのと、あと、あ、ここに入れられるようになってるんですね。この中に全部入れれて、はい、こういう感じで入れて、こういう感じで全部ね入ってしまうと。で、最初からセットして持っていけばいいんですよね。こういう感じで最初からセットしておけば、もうすぐパンク修理できちゃいます。すごい便利なツールです。はい、はい、ではですね、今回はこのパンク修理セット、なんか名前とかついてるんですか？特にまだついてないそうです。名前パンク修理セットですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。